さあ木村、BM 野郎でのお時間だ。始まったな。この度プレーオープンした、うん、ぶっちぎりマッチ、お、まあ、前回は、うん、説明をしてやったが、うん、今回は貴様と対戦をしてやる。やってやるぞ貴様。勝負だ、打率かかってやる。では勝負だ。やってやるぜ。カカロット、俺と勝負しろ。貴様アイコンカカロットだ。いや、カカロットだけど俺は間違って R-12 という名前で登録してしまったから。俺も海山コンブで誰かわからないやつ。おかしいな、お前のダメクモみたいなね。そうだな。さあ、うん、おヒットポイント2万1000か。お前2万8000。よし、ちょっと待てよ、地球では死にかけたことって書いてある。フリーザの元でぬくぬくしていた貴様といつまでも同じから同じじゃないかな。いや、まあお前1500だ。ぬくぬくしてないのに1500。よし、まずはハゲ対決は俺の勝利だ。これで攻撃4800。やばい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 。いや、もうすでに1万2000ぐらい。やべちゃしやがって。俺にはしっかりと見えているぞ。さあ、なるほどな、なるほどな。まあ、このサポート効果を使うために、うん、こっちでやろうじゃないか。なるほど。まあ、これで苦しく危ねえ。何？まあまあまあ、そんな最新のやつを使ってくるのか。え、右下、え、なんだ、サタン、サタンかね。こいつはちなみに本気上だよ。判定が逆転するスキルを持ってやろう。しかもアタックも変わるから、向こうが低かったな。そうだ、うん、で、バトルポイント上昇してる。これはな、うん、すげえぞ。ほら、驚いたぞ。なるほどな、もう行くか。やばいじゃん。貴様の本気はその程度か。さあ、来やがれ。さあ、これはいけるな。あっ、いや、8号で。おっしゃ。こいつは自分のライフの方が、うん、相手より少なかった場合に、うん、7100だぞ。ガッ、いけ。だったらこっちも本気でやる。で、で、どうで、おう、ふざけやがって。これでまだ俺の方が体力はある、まあ、うん、ただ貴様は一番強い8アタックランクのカードを使ってしまう。まあ、使ったな。で、貴様は7、8残ってると、そういうことだ。なるほどな、うん、だったらこれをやってやろうじゃないか。次になるはずだ。なるほど、ちょっと待てよ。ちょっと扱いたくないのが来たな。3時間だけ待ってやる。あー、もういいや、これもうしょうがない。それ以上は待たない。あー、くそ、これもう手札かな。運もあるの、当たり前だけど。フリーザ、あー、貴様出してきやがった。まずは3000をやっといて、あ、そしてぶっ倒せ。宇宙一のサイヤ人なんだ。地球人のようクリリンの戦い。出た出た、変身した。お父さんはついに慣れたんだ。伝説の巣。いや、ここで本気でやらせてもらう。おだーっと、どうなってやがる。これどう、これが7枚使って、お、2周目から破格の強さを発揮するからな。2周目な。そうだ、なるほど。1周目で俺が倒せばいいわけだな。まあ、なるほど。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。3時間だけ待って。3時間も待ってくれんだな。それ以上はちょっと。ちょっと待てよこれ、早くしないと聖地カリンが取り返しのつかむぐらいボロボロに荒れてるぞ。もうちょっとこれでいいんですけど。何、あ、さっきの地球人、心臓病をもらった時のカカロットだ。サンキューね。やたらと攻撃力が高いと思う、うん、ヤグラット製の服着てるやつな。クリーンのサポートですでに8000以上だ。これ一撃じゃん。いや、あの、ちょっと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 待ってこれ、ゴズ買ったの5200だろ。そうだ、で、これはちょっと、これはな、いい勝負だぞ。これどう、いや、だからもういや、いや、もうこれだ、勝負に行くしかないんだから。何、いや、どうしようかな。どうするこれ。
どうするかな。リタイアするか。リタイアはせんぞ。何ちょっと待って、右下を手に踏んどくからリタイアできるの。リタイアもあるのか。ああ、いや、これでいこう。の戦いを教えてやる。さあ、あー、危ない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 。あ、こいつタイヤーケン避けろ、ナンバいや、これは避けないですよ。あ、こいつ、保険かけて上昇立てやがったな。なんかで来たかもしれないけど、結構食らうんじゃないか、これ。いけ3900、4900、クリーンのサポートで小指が上がりやった。で、これで1000円上がって再攻撃。これは本気の時になるやつだ。うん、そうだ。さらに戦闘力が上昇しやがった。5900だと再攻撃で、さらに1000アップでいけ。よーし、そったね。で、これで、あー、やったな。137か。つまりこの1周目はもうラストラウンドだ。なるほどな。もちろんこいつ一択だ。あ、こいつもしかして、ちょっと待てよ。3時間だけ待って。3時間を待ってくれんだな。どうだこれ。いや、まあなんだ、どっちだ。おっ、じいさんじゃないか。だよな、7って来るじゃないか。おやじ俺のおやじだな。ああ さあ、たったの5枠だ。おお、これそしてこれで、選ばれなかった1枚は使わずに、再シャッフルし、新たな2周目の始まりだ。なるほどな。こっからはちょっとカード運もあるな。俺もそんな引っ張る。あー、ちょっと待てよこれ。ちょっと待てよ。ちょっと待て。なんだ。ちょっと待てよ。お兄さんってか。ちょっと待って、ちょっと待ってだな、これな。貴様がお兄さんだからな。これ。さっさと決まれ。あ、危ねえ。避けるナンバー。おい、これさらに衝撃放ってきたぞ。おお。何を補正を加えてるえ、これ結構まずい。いや、これいったんじゃないか、もしかして。何、6、で、上がんない攻撃力2800。で魔戦撃を打った時のご飯と同じくらいだ。で、最高位があるのか、もしかして。あ、な、よしよしよし。あー、くそ、この俺はこんな下級戦士といい勝負をするとはな。2600か。なるほどな。これはしかしだぞ。どうだこれ。なるほど。しかしだぞ。なるほどな。まあこれとか。さあ、ここが勝負どころだ。さあ来い、頼む。なんだ、頼むってくれ。ああ、よっしゃうわっ、こいつ、いやー、まさか撃つやろ、使うとはよ、あっ、どうだどうだ。俺がパッてだから、またなんかやってきたから。あっ、なんか、ほら、来た来た来た。よ、勝ったけど、勝ったけど、こいつのサポートで、で、で、どうなるこれ。トリックだ、ドローントリックだ。ギュルルルルってなったな、これな。もうダメだ、おしまいだ。おーっしゃー、そったねー。当てた、4名開業権の後の貴様だ。いやー、これ来たな。いやー、これは来たな。落ちこぼれでも努力すればエリートを超えることがあるかのような。まさか超エリートの俺がこんなゴミを相手に手高い血をはっきり言ってやろうか。クソゲーだ。クソゲーじゃないから。